おい、侵入塾を引き合わせておく。おい、何をしている。上がってこい。村田は増六であります。よし、ここでは一人に畳一枚が寝起きをし勉強するために割り当てられる。さて、気候の畳だが、ここだ。どうだ、悪い場所だろう。夜中なんぞ手洗いに行く連中が寝ぼけているからな、枕を蹴散らかすやら顔を踏んづけるやらおちおち寝てられん。昼は昼でろうそくを灯さなければ所見はできないぞ。だが尾形公安先生の敵軸に入った者はみんなこの畳から始めるんだ。いい畳に移れるかどうかは年季じゃない。5日おきに解読というやつがある。その成績が良ければいい場所へ移れる、悪ければ悪い場所へ落ちる。まあいずれにせよ、ここから抜け出すのは気候の奮励努力以外にはないのだ。あ、先生。村田さん、ガランマチカです。これを筆写して自分用のを一冊作ってください。これを仕上げれば蘭語のおおよその骨組みがわかる。まずこれと次の段階のセンタキスをみっちりと身につけるんですね。はい、うん、村田さんは代々医者だそうだが。祖父の代から百姓医者であります。私が今訳しているフーフェランドの異界の第一章に、意の世に生活するは人のための、己がためにあらずということをその行の本一つとあります。町医者も村医者も変わりはない。私は一生町医者で終わるつもりです。蘭学修行が並大抵でないことは私もよく知っている。しっかりやんなさい。はい。用意もないでしょう。この年弘化3年増六22歳。現在も残っている敵軸の門人帳に村田増六の名は52番目に記されている。弘安一代3000人といわれる門弟の中には、日本赤十字創始者の佐野常民、光圀秀平、安政の大獄に倒れる橋本左内、幕府洋式陸軍の指導者大鳥圭介、欧米の衛星制度を日本に定着させた長代千歳、慶応義塾創立者の福沢諭吉など、幕末から明治にかけての文化の第一線に活躍した人々の名がある。敵軸の名は弘安の号敵敵祭から来ている。その辞儀通り、門下生をしてその敵する方へ赴かしむるという学風が、門人たちの多方面の活動を生んだのであろう。ハルフティン、
増六はわずか1年で学力によって8つの学級に分けられた赤軸の第一級生になった。さらに長崎に学び再び敵軸に戻った時はその語学力は四公庵に迫ると言われ軸頭の席に着く。